こんにちは、トマログです。今日もカバンの中身取材をやっていこうと思います。というわけで今日はアートディレクター兼デザイナーの鎌田さんの方にカバンの中身を見せてもらおうと思います。お願いします、はい、お願いします。というわけで彼の自宅に今来てるんですけど壁とかここにあるディスプレイとかからしてめっちゃもうアートディレクターかというかウェブの人っていう ね感じがめちゃくちゃしてるんですけど、うん、まあ、彼はトバログのロゴをデザインしてくれた人で、ね、ツイッターで知り合ったんですけど、うん、そう、もともとトバログのロゴがちょっとダサい感じだったんでなんとかしたいっていうのをツイッターにアップしたところ、まあ、声かけていただいてもうすごいいい感じのロゴを作ってくれたっていう人です。ありがとうございました。ありがとうございました。その説はっていう。じゃあ鎌田さん、自己紹介の方をお願いしてもいいですか。はい、パラフというメディアを運営しております鎌田と申します。はい、普段はですねデザイン会社でグラフィックデザインだったりウェブのデザインというのをやっております。で、トバログさんのロゴもですね、そうっすね、作らせていただいて、まあ、そういったご縁で今回ですねこのような動画を撮らせていただいております。はい、ありがとうございます。結構ポートフォリオとか見せてもらったんですけど有名な企業さんのデザインとかアートディレクションもされているってことでね、すごい、なんか僕同い年ですもんね。同い年ですね。僕ら同い年で今27、まあ、27、8の代なんですけど、まあ、そういう大きい仕事いろいろやっててすごいなと思いながら、じゃあカバンの中身をね見せてもらおうかなと思っています。はいはいはい、というわけでじゃあ行ってみましょう。行きましょう。じゃあ早速カバンの中身を見せてほしいんですけど、はい、ちなみにそのカバンってどういうシーンで使うカバンですか。うん、これは普段通勤するときに僕自転車に乗るんですよ、うん、なのでショルダーバッグ、メッセンジャーバッグとしてこういうふうにかけていって、こんな感じですね。まあ、これで自転車乗ってるっていう感じで使っています。通勤バッグにしては小型な感じがする、うん、そうですね、すごいちっちゃいのが好きなので、これぐらいキュッとしてる方がいいなと思ってこれを使ってます。ありがとうございます。ちなみになんていうカバンのメーカーですか。これトポロジーっていうメーカーで、まあ単純にデザインがなんかこうシンプルでかっこいいなって思ったのと、あと撥水防水性能があって雨の日でもまあ多少なら大丈夫っていうのと、この大きさで意外といろいろ入るんでこれが本当にいいなと思って直感的に、うん、よかったんでこれ買いました。なるほど、はい、ありがとうございます。ちなみにいくらぐらいでした。はい、これいくらだったかな、7000円ぐらい確か。結構リーズナブルですこれ。うん、ちなみにそのカバンなんですけど、はいはい、そのカバンの好きなポイントとかはしますか。はい、このカバンのいいところはとにかくちっちゃいってとこですかね。はい、ちっちゃくて、あと、まあ、見た目も割とシックなシンプルなものなのでかっこいいなっていうのと、防水仕様のチャックになっていたり、あとこの辺もですね水に強い素材だったり、あと結構この辺も弾いてくれるんですよ水を。なので、まあ、雨の日でも使えるし、ちっちゃいしということでですね、これを愛用してまして、あとさらにいいのがポケットが多いってところですね。ポケットがこうあるんですけど、こっち側にもポケットがあるんですよ。おお、ポケットめっちゃ多いですね。そうなんですよ。で、しかもこれ見えるかな、こっちも実はポケットなんですよね。そしたらここにチャックでまたポケットがあるっていう、はい、ポケット尽くしなんです。で、背中にもポケットがあるんで小物を入れたりとかできます。そうですね、 MacBook の、まあ、15インチはちょっと入らないんですけど13インチとか12インチは普通に入るので、本当にですね手軽に持ち運べるようなメッセンジャーバッグになってます。じゃあその中にどういうものを入れてるのかを見せてください。はい、じゃあ開けていきます。はい、まず iPad が見えますね。これですね。おお、まあ、普段仕事でもプライベートでも愛用してる iPad Pro、はい、iPad と一緒に持ち歩いてるのはこの MacBook、うん、12インチちっちゃい水筒財布 AirPods、意外と物が結構多くて、なんか Mac と iPad 入れてるの面白いですね。じゃあ1個ずつ紹介してください。はい、まずはこちらの MacBook 12インチ。
12インチなんですね。はい、やっぱりとにかく軽いし、もう薄い、もうこれにつきますね。やっぱこのサイズの MacBook はやっぱ未だになんか魅力的でもあるし、あとあのフルスペックにしてるんですけど、そしたら意外とデザイン作業もまあ大体のことができるので、僕はこれ愛用しております。色はスペースグレーにあのカバーをつけてるので、ちょっとこう暗い色になってますね。背面にはモフトの、まあ、スタンドになる薄いカバーのものをつけてまして、こうやってカフェとかでもこうやってスタンドになるんで、あのこれも愛用しております。はい、はい、ありがとうございます。ちなみに仕事だとどういうツールをよく使いますか？はいはい、仕事だとまあフォトショップ、イラストレーター、あと最近フィグマっていうデザインツールも使ったりしてます。はい、フィグマはなんかその他のアドビのやつとなんか比較してというか、どういう使いやすさがあるんですか？フィグマはあのオンラインで動くデザインソフトなので、あのこういったスペックが低いマシンでも比較的軽く動いてくれるんですよ。なのでアドビと比べると簡単に編集とかできるので、重たい作業じゃない限りはフィグマで十分じゃないかなって最近思っております。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、次は iPad Pro 12.9 インチです。これとペンシルを、普段一緒に持ち歩いています。ちなみになんか MacBook は12インチで小さめじゃないですか、はい、iPad 大きめのものを使う理由ってありますか？まあ、普段仕事するときにさっき紹介したこの MacBook 12インチのサブディスプレイとしても iPad Pro 使えるので、あのつなげて使ったりしてるんですよ。単体でも使うこともあるんですけど、まあ普段こうやってつないでることによって画面ちっちゃい MacBook を補うような形で、広い画面で作業ができるので、これ愛用しております。ディスプレイとして使うことが結構多いって感じですか？そうですね、あとはまあロゴのデザインとかも iPad でこうラフを描くので、そういった時に iPad を使って、実際にデザインするときはデュアルモニターで使うみたいな感じに、ね、しております。はい、あの背面にはさっき MacBook で紹介したような似たような素材のスタンドをつけてまして、これをカチャってやるとすごくこう描きやすい角度になるんです。すごくこう描きやすい角度になってくれるので、こうやって絵を描く人にはですね、非常におすすめできるスタンドです。ちなみに MacBook と 12.9 インチ iPad をなんかデュアルディスプレイで接続してて、あんまり重い感じはしないですか？動作的にあんまり遅延とか感じないですね。特にデザインしててもなんか重いなって感じることも特にないですね。iPad でよく使うアプリとかってありますか？ですね、デザインのラフを描くときはプロクリエイトっていうペイントソフトですねをよく使ってまして、これであのこうやって描けるので、まあいろんなですねラフを描いてみたりしています。次はこちらです。これ何か分かりますか？これ折りたためるスタンドなんですよ。あのスマホも置けますし iPad も置けるっていうスタンドになってまして、こうやってあの置くことによってですね、 iPad と Mac をつないだデュアルモニターの時にすごく重要になってくるアイテムなので、常にカバンに持ち歩いております。そのサイズ感でも結構 iPad 12インチもいけるんですね。そうなんですね、意外としっかりしてるので、まあ、角度があんまりこんな感じだと倒れちゃうんですけど、これぐらいの角度だと全然 iPad Pro 12.9 インチもあの対応できると思います。はい、アイクレバーっていうのかな、の、 あの折りたたみキーボードです。こんな感じで三つ折りになってるんですけども、こんな感じのフルサイズに近い大きさのキーボードです。で出先で作業するときはさっき紹介したスタンドと iPad と Mac をつないで、このキーボードで基本的に Mac を操作するって感じにしております。意外と結構サイズ感は割と大きいんですけど、三つ折りになるからかなり持ち運び良さそうですね。そうなんですよね、すごく軽いし結構薄いし、あとこう質感も悪くないですね、アルミなんで。
確か 4,000〜5,000円ぐらいで購入した記憶があります。打鍵感的にも問題ないですか？打鍵感的には、まあ、個人的なあれなんですけども、結構 Mac のですねマジックキーボードに近い押し心地があって、そんなに違和感なく使えてますね、はい、あと英語配列なのがすごく個人的にはいいポイントになってまして、普段このデザインのショートカットキーとかを僕英語キーボードで設定してるので、この英字っていうのは非常にありがたいですね、はい、MacBook にもキーボードついてるじゃないですか、うんうん、はい、MacBook のキーボードと別になんか持ち歩く理由とかありますか？あれですね、画面を2台要は MacBook と iPad Pro っていうふうに繋いだ時に Mac のキーボード打ってるとこの画面がこっちになってすごくこう見づらいんですよ、姿勢的に、はいはい、で それだとあれなんで、キーボードを別で持っていって、まあ、マウスとかつないでこれで作業してるっていう風な感じになってますね、まあ先ほど紹介したこちらが基本的な、まあ、外での作業環境に最適であると思われる僕の作業環境になります。会社だと、まあ、大きい、まあ、このようなモニターがあるのでこういったのにつないであるんですけども、カフェとか、まあ、本当外でちょろっとやりたいなって時はこんな感じのセットで普段ですね組み立ててやっております。次はこちらです。お、ちっちゃ、これものすごいちっちゃい水筒なんですよ、はい、僕はすごくミニマルなものが好きなので、こういったもう本当にコンパクトなものっていうのは大好きなんですね。でカバンの中にもすっぽりと入るので非常におすすめの水筒になっております。まあ、実際中身はそんなに入らないんですけど、まあ、ちょろっとですね水分補給、まあ、自転車こいでるんで途中途中で飲むときに、まあ、最適なサイズかなと思ってこれを購入しました、はい、ちなみにそれ中には何を入れてるんですか？いつもこれいつもはもう本当水ですね、はい、ウォーターサーバーから水入れて、 あんまりこれ一気に飲んじゃうと本当に一瞬でなくなるのでちまちまとですね飲むようにしてます。節約になります。なんで会社にあるウォーターサーバーも本当これに入れちゃってジャーって入れてこれで飲んでます。まあコップ代わりみたいになりますね。次紹介するのはこちらの BOSE のサングラスですね。本当はサングラスなんですけど僕はジーンズでレンズを交換したのでメガネとして使用しております。で、まあ、BOSE のメガネってよくわかんないじゃないですか、なんで BOSE なのっていう。これスピーカーがですね内蔵されていて、ここにちょっとここ太いんですけど、ここがスピーカーになっていて、普段ですね自転車乗るときとかも音をですね聞いてこれで通勤しています。はい、結構ねいい音鳴るんですよこれ意外と。そうだから耳塞がないんで自転車乗ってても全然危なくないんですよ。でそこまで大きい音が出るわけではないので本当にそのなんか脳内で歌っているかのような感じで、はい、使えるので非常にですねおすすめです。うんうんうん、いくらぐらいでした？確か25,000円ぐらいで買ったような気がしますね。でレンズ交換はいくらぐらいですか？はい、レンズ交換はだいたい5,000円ぐらい。まあいろいろ聞くんですけども、まあ海外の EDM って言われるジャンルだったり、あと最近だと日本のキングヌーっていうロックバンドですねの曲を聴いております。次はこちらのポーチです。このポーチにはですね。何が入ってるかというと、普段仕事でよく使う本当ちっちゃい SSD 短いケーブル、 Mac を充電するための充電器とかを入れておりまして、本当これに収まるぐらいのものしか持ち歩かないと決めてるので、全部ちっちゃいものをですね普段これにギュッと詰め込んで持ち歩いております。まあ、その SSD 入れたりとかできるのがめちゃくちゃもうポッケに入りますねそれ。そうなんですよ、本当に全部ちっちゃいものばっかり買ってるのでこれに収まるようなサイズにしてます。ちなみに SSD は2つ持ち歩いていて 1TB を2枚常に持ち歩いています。どういうデータを入れてるんですか？全部デザインのデータですね、まあ、写真だったりもあるんですけど基本はデザインデータが入っています。このポーチはハリスツイードって言われている、まあ、ツイード生地をですね作っているブランドなんですけども、そのポーチを使ってます。ただこのポーチ実はダイソーで買った110円のポーチなんです。全然見えないなと思ってこれ買いました。愛用してます。いや
パイスで100円ショップで派手質移動を買える時代。そうなんですよ。なんか島村さんだったりダイソーさんですね、最近売ってるんですよ。実はハブですね。 USB-C 接続するハブになってます。形が不思議じゃないですか。これなんと iPad Pro 専用のハブになってるんですね。で、まあ、先ほど紹介した iPad にすっぽりと収まるように設計されているんですね。角にすっぽりはまります。で、このピローってなってるこれを iPad のここに差し込めばもうこれで使えるっていうハブになっています。見た目がこの iPad Pro に一体化できるのですごくこう合理的というか、見た目もすっきりしますし、あと無駄なケーブルが一切出ないっていうのが非常におすすめのポイントですね。最後はまあ普段ポケットに入れてるような小物類ですね。 AirPods Pro、 これはグルマンディーズっていう、まあ、レザーのですね。あとはあの僕やっぱちっちゃいのが好きなんで、こういったちっちゃいコンパクトな財布を普段愛用しております。レベルっていう日本のですねレザーブランドが出しているものになってまして、これに小銭もカードもお札ももうちっちゃくですねコンパクトに入るので非常におすすめです。なんかそのカラーを選ぶ理由とかなんかあります、うん、そのブランドを選んだ理由みたいな。ブランド自体はもともと好きだったんですけど、今回ですねこの小物っていうブランドとレベルっていうブランドがなんかコラボした商品なんですよ、これで。それがすごく可愛いなって思ったのと、あとこの色グレーのレザーっていうのがすごく好きで、うん、なんか斬新な色じゃないですか。で、僕はこれがいいなと思ったのでこれ買ったのと、あとレベルっていうブランドの作っているレザーがなんかオリジナルの加工を施したレザーなんですよ。なんで他のブランドじゃ真似できない質感っていうのがあるのですごくですねいいなと思ってこれを愛用しております。これね意外とねリーズナブルなんですけど、8000円ぐらい、確か8000円ぐらいですね、確か。普段使いしてる iPhone SE 第2世代目ですね、こちらを普段使っております。アプリはインスタとか多いですかね。インスタも Twitter も多いし、あとは iPad で紹介した Procreate の iPhone 版もあるんで、出先で電車の中とかでちょっとこうスケッチしたいなって時はこのアプリでチャチャチャってこうお絵かきしたりしてます。 Figma は、ミラーっていうアプリがあって、パソコンとかでスマホのデザインとか作ってるとこっちの画面に自動でスマホのデザイン飛ばしてくれるのでプレビューがしやすくなるっていうアプリになってます。はい、というわけで鎌田さんの幅の中身を見せてもらいました。結構 MacBook と iPad 持ってく人って割と大きめの、ね、バックパックで持って行ったりとかすごい荷物が多いイメージがあったんですけど、さすがなんか鎌田さんはあの自転車で通勤されるっていうことでメッセンジャーをね使ってて、できる限りこう画面は大きく、作業領域はすごい大きいんだけど持ち物自体は全体的にコンパクトで、すごいなんか個人的にやっぱり参考になるなと思いながら見せていただきました。というわけで今回の動画は終わりにしたいと思います。トバログではこの動画の他にも他の人のねいろんなカバンの中身とかを見せてもらってるんで、他の動画もチェックしてみてください。それでよかったらチャンネル登録お願いします。鎌田さんもパラフっていうおしゃれなメディアをやってるんで、まあ、そちらもぜひチェックしてみてください。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。作業環境も見せてもらおうかなと思っています。うち の, あの猫ですね。はい、猫です。一枚板で横並びで二人並べるぐらいの